成田屋の食卓、市川海老蔵。成田屋の味。海老蔵さんの母、堀越貴美子さん、真央さんにも教えた成田屋の味、レシピを紹介。歌舞伎俳優市川海老蔵さんの母、堀越貴美子さんが日本テレビ系メレンゲの気持ちに出演し、海老蔵の妻でフリーアナウンサーの小林真央さんにも教えたという料理のレシピを紹介した。貴美子さんは歌舞伎の屋号にちなんだ料理エッセイ成田屋の食卓を発刊し話題になった。番組では MC の伊藤麻子さんを実家に迎え入れ、成田屋の味を生み出す調理場で真央さんにも教えたという。豆腐としらす枝豆の和え物の料理手順を実際に披露した。納豆屋さんの絹豆腐を使うという料理は、まず調味料にすりおろし生姜と塩を用い、茹でた枝豆を加えた後はごま油と胡椒で味付け、仕上げに釜揚げしらすをのせるというシンプルな手順で、貴美子さんも簡単でしょと紹介。これを伝授された真央さんが海老蔵さんに作ったところ、すごい美味しいと喜ばれましたと伝えられたという。貴美子さんは真央さんの得意料理について天ぷらが上手と明かし、私は得意じゃない天ぷら屋さんに行って食べると語った。また海老蔵さんの大好物で正月などに作るインド風チキンカレーも伊藤さんに振る舞っていた。そして娘でも真帆ちゃんでも作っていってくれればなぁと思うと成田屋の味の伝承を願っていた。豆腐としらす枝豆の和え物、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。幸せな一夜、市川海老蔵。久しぶりに母とご飯。お、まだやっとるな。ただいま。お、まだやっとるな。今日は一緒に晩ご飯だからね。懸命にやっとります。二人とも。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のアメブロを更新、母とというタイトルで、コロナで誕生日会えなかったので、久しぶりに母とご飯。母、貴美子さんの誕生日会を、麗華ちゃん、勸玄君と4人で祝った。ブログ読者からは、笑顔いっぱいの最高に幸せな一夜でしたね。家族が揃うのって微笑ましいですね。お母様、お誕生日おめでとうございます。などのコメントが寄せられている。母の誕生日会、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございます。母からの
誕生日プレゼント、市川海老蔵。母から海老蔵さんへのタンプレ。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のアメブロを更新。母から誕生日にもらったと題して、十二代目市川團十郎の妻であり海老蔵さんの母である堀越喜美子さんから海老蔵さんが誕生日にもらった盆栽の写真をブログに掲載した。誕生日にもらったの、なんか芽が出てきた、嬉しい。母からもらった盆栽から芽が出てきたことの喜びを報告した。読者からは、盆栽のプレゼント素敵です、何の花が咲くのか楽しみですね、素朴な母の愛感じますなどのコメントが寄せられている。嬉しい、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。主人の母市川海老蔵。主人の母喜美子さんのあったかさ。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの妻小林真央さんが自身のアメブロで、主人の母喜美子さんからの温かさについて綴った。主人の母がお見舞いに来て枕代わりのタオルと掛け布団をプレゼントしてくれました。肌寒くなってきたので嬉しいです。こういうのをあったかいと言うんですね。母喜美子さんからの今は、一番は元気になること。元気になったら覚えなきゃいけないことたくさんよという母の言葉が励みです、と喜美子さんからの温かさについて語った。読者からは、愛情いっぱいで温かいですね、喜美子お母さんも温かい思いやりある人ですね、お母様のお言葉じんときましたなどのコメントが寄せられている。あったかい、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。